この動画では放射線技師に必要なアテローム血栓性脳梗塞の知識について整理していきたいと思います。前々回のラクナ梗塞、前回の心原性脳塞栓症に続いて3つ目の個別論となります。アテローム血栓性脳梗塞は臨床で出会う頻度が非常に高く、画像所見が多彩であったり、いろいろな治療方針につながったりするため、一つ一つの症例を吟味し、しっかりと知識を整理することが重要です。この動画の目標といたしましては、アテローム血栓性脳梗塞の病態と画像診断の典型像を理解すること。キーワードについては、これらのキーワードについて整理していきますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。こちらのスライドは何度か同じスライドを示しますけれども、脳梗塞の分類である SSS トースト分類です。脳梗塞は治療方針を決定する上で、このようにしっかりと分類することが重要です。前々回は小さい梗塞であるラクナ梗塞。前回は心臓でできた血栓が飛んでいく心原性脳塞栓症について扱わせていただきました。今回ピックアップしたいのが、このアテローム血栓性脳梗塞というやつで、要は動脈硬化による脳梗塞なんですけれども、梗塞サイズが 1.5 センチから2センチ以上、そして関連する頭蓋内動脈の潰瘍、血栓を伴う狭窄、または 50% を超える狭窄がある病変というふうに定義されている脳梗塞です。アテローム血栓性脳梗塞は、主幹動脈の動脈硬化が原因の脳梗塞です。高血圧などが原因で、この血管の内皮細胞に傷がつくと LDL コレステロールが入り込みます。そうすると、この部分で慢性的な炎症が起きたり、平滑筋細胞の増殖が起きたりして、この IMT、内中膜複合体という部分が分厚くなっていくんですが、これが動脈硬化のメカニズムです。そして、この動脈硬化の中で、内膜が飛行していくプラークという部分があるんですが、そのプラークに傷がつくことによって血小板が集まってき、血栓を作ってしまう血栓性。そして、その血栓ができる過程で飛んでいき、末梢の細い血管が詰まる塞栓性。狭窄の遠位の部分の栄養が賄いきれなくなる血行力学性、いずれもの病態もあり得ます。アテローム血栓性脳梗塞は生活習慣が大きく関わっていて、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などが危険因子と言われています。それでは、アテローム血栓性脳梗塞の画像所見に入っていきたいと思います。アテローム血栓性脳梗塞の画像所見は、多彩な像を示しますけれども、今回は、狭窄による白質優位の脳梗塞、動脈原性梗塞、境界領域梗塞の3つのパターンに分けて、それぞれの画像所見を説明していきたいと思います。それでは、それぞれの病態について、症例を通じて見ていきたいと思います。まずは、狭窄による白質優位の脳梗塞です。80歳女性、左辺麻痺と高音障害を呈した患者さんです。拡散強調画像で、右のこの白質の部分に、小さい高信号が多発しているような高信号があります。ADC マップを見てみると、同じ部位は低信号となっており、拡散制限を示唆する脳梗塞の典型像です。MR アンギオグラフィーを見てみると、こちら見やすくなるように後方循環系をカットしていますけれども、この黄色の矢印の部分に狭窄が見受けられます。血管に 50% 以上の狭窄があり、拡散強調画像で小さい梗塞が多発するような像が白質優位にある。こちらが典型像です。狭窄による白質優位の脳梗塞については、アテローム硬化性病変が原因で血管に狭窄が起こります。狭窄に関しては 50% 以上というふうに定義されていますけれども、それにより、皮質部分ではなく、白質部分に小さい梗塞が多発するというのが画像診断上の特徴です。アテローム硬化性病変による狭窄の後発部位は、内頸動脈起死部、内頸動脈細本部後ろの C1 部、中大脳動脈 M1 部起死部など、動脈の分岐や屈曲部の直後に多く、それらの血管にある狭窄を探すことが重要です。本来脳梗塞に陥った際には、この白質部分ではなく、皮質の部分の方が虚血に弱いため、この部分から脳梗塞に陥るのではないかというふうに考える方もいらっしゃると思います。その答えは、この側副血行路というのに隠されており、
アテローム血栓性脳梗塞というのは、前回説明させていただいた心原性と比較して患者に発症するという特徴がありますので、ゆっくりと血管が狭窄している間にその血流不足を賄おうと別の血管から血流が回り込んでくる側副血行路という機構があります。その側副血行路によってこの皮質部分が梗塞から免れているというふうに考えられます。こちら、同じ症例のタイムオブフライト法による MR アンギオグラフィーを下から見た像ですけれども、こちらの画像に側副血行路の所見が隠れているんですが、わかりますでしょうか。この広大脳動脈に注目してほしいんですが、左の広大脳動脈に対して右の広大脳動脈が長く発達していることがわかります。これはこの広大脳動脈がこのように行き、表面を伝っていき、この狭窄部の遠位部分を栄養している側副血行路を表している画像所見です。このように脳の表面を伝って側副血行路と働くとして働く部分を軟膜髄膜吻合レプトメニンジールアナストモーシスと言います。心原性のような突発性ではなく患者に進行し側副血行路があるというのがアテローム血栓性脳梗塞の特徴です。側副血行路についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。こちらは68歳男性、中大脳動脈閉塞症の患者さんです。 MR アンギオグラフィーでこの中大脳動脈 M1 部から閉塞があります。しかしこれだけどん詰まりしているにもかかわらず、拡散強調画像で脳梗塞を表す高信号はありません。このような場合には確実に側副血行路が働いているものと考えられます。 MR アンギオグラフィーを下から見てみると、先ほどと同じように中大脳動脈の右側からぐるっと回り込む軟膜髄膜吻合の所見があります。このように中大脳動脈が完全閉塞していたとしても、この閉塞はおそらく慢性的にじわじわと閉塞していったものと考えられ、その間に側副血行路が十分発達しているため梗塞を免れているのだと考えられます。このような症例で側副血行路をより詳細に評価するために ASL アーティリアルスピンラベリング法の追加が有効です。こちら、この低信号の部分というのが血流があまりいかず、管流が不足している領域ですけれども、この白い部分が側副血行路を表すサインです。このように ASL 法を追加すると、側副血行路をより詳細に評価することができます。ASL はアーテリアルスピンラベリングの略で、非造影で血液の管流画像を得る撮影法です。こちら、青色の四角枠が撮影範囲になっており、赤色の四角枠がラベルするためのパルスを表現しています。この上流の血液を RF パルスを使うことによってマーキングを行います。そして、それを少し時間を置いて撮影し、この血液が下流に流れてきた段階で、パシャッと撮影することによってこのような管流画像が得られます。管流の強さはこのようなグレースケールで表現することもできますし、このようなカラーマップで表現することもできます。そして、この上流の血液をマーキングしてから少し時間を置いてから撮影するんですけれども、その待ち時間のことをポストラベリングディレイ PLD といい、こちらは放射線技師が設定するパラメータです。こちら先ほどの症例に戻りますけれども、中大脳動脈が閉塞することによって中大脳動脈の栄養領域がこのような黒色で管流不足になっていることがわかります。この PLD 待ち時間を少し置いて撮影するとこのような高信号が出てきていますけれども、こちらが側副血行路で、側副血行路は基本的には主幹動脈の血流よりも遅れてから到着するため、このような待ち時間をしっかり置いてから撮影することで管流不足のところにこのような側副血行路が流れ込んでいる像を表現することができます。この側副血行路によってこの人は脳梗塞から免れているものと考えられます。もう一例症例をご紹介します。53歳女性、右上下肢麻痺の患者さんです。拡散強調画像で白質優位に小さい梗塞が散見しています。 MRA を見てみると、この黄色の矢印の部分に狭窄がありますけれども、 ASL を追加すると PLD1500 の画像でこのような管流低下が見受けられます。
これだけ見てみると、この皮質の部分にも拘束が及びそうなものですが、PLD2000、少し待ち時間を置いて撮影すると、このような束縛血行路が見えてきました。この束縛血行路によって皮質の部分は拘束から免れているのだと考えられます。じわじわと狭窄している間に束縛血行路が発達していくというのがアテローム血栓性脳梗塞の特徴です。続いて動脈原性側栓症の症例を見ていきたいと思います。90歳男性、右辺麻痺の患者さんです。拡散強調画像で先ほどの症例と違って皮質に及ぶ脳梗塞が見受けられます。 ADC マップでは低信号で拡散制限を反映し、フレアでは血管性浮腫を表す高信号となっており、比較的時間が経っていることがわかります。また、わかりづらいですけれども、この部分にイントラアーティリアルシグナルがあります。MR アンギオグラフィーを見てみると、中大脳動脈 M2 の下の枝、M2 インフェリオルブランチに、この黄色の矢印で示すような欠損像が見受けられ、この部分が赤痢病変と考えられます。一見前回解説したような心原性脳塞栓症を疑うような強い拘束ですけれども、この方は心原性脳塞栓症と断言できるような心疾患は見つからず、過去の喫煙歴や頸動脈エコーでプラークが目立つことなどからアテローム血栓性脳梗塞と診断されました。その中で頸動脈のプラークが飛んでいき詰まってしまう動脈原性塞栓症と診断された患者さんです。動脈原性側栓症はアーテリー2アーテリーインファクションから A2A と呼ばれます。血栓が有利し頭蓋内動脈を側栓する病態です。このような、プラークの部分から血栓が飛んでいくことによって末梢が詰まる、このように飛んでいって詰まる脳梗塞です。プラークができる部位としては上行大動脈、腕頭動脈、総頸動脈から内頸動脈にかけて、また後方循環系では椎骨動脈が多いとされています。心原性脳塞栓症よりも側栓子が小さいことが多く、末梢に拘束が起こることが多いですけれども、まれに内頸動脈や中大脳動脈 M1 に塞栓が生じることがあります。またこの脳梗塞は飛んでいって詰まり、この部分が側脳梗塞になるため束縛血行路が発達する時間がなく、虚血に弱い開白質優位の拘束となります。 A2A の脳梗塞の中には血栓が有利する過程で側栓子が粉砕され、その小さな血栓が次々と末梢の動脈を詰める微小動脈側栓の病態があります。複数の皮質動脈に拘束をきたす病態です。画像としてはこのような画像で、皮質を含む様々な部分に小さい拘束が天井にポツポツポツとあります。この所見は、側栓のシャワーということでエンボリックシャワーと言われる所見です。このような所見があった場合には A2A を考えるんですけれども、 MRI が重要な役割を果たすものとして内頸動脈基部のプラークが原因の可能性がある場合には特に MRI が有効です。頸動脈 MRA やプラークイメージングの追加が有効です。この内頸動脈基部の評価に関しては、次の境界領域拘束の部分で詳しく説明していきたいと思います。続いて3つ目のパターンである境界領域拘束の症例を見ていきたいと思います。77歳男性、右手指の麻痺です。拡散強調画像で、こちら側脳室体部の断面ですけれども、小さい拘束が縦長に並び、あたかも数珠のような形態を示した脳梗塞があります。頭蓋内の MR アンギオグラフィーでは異常はありませんでした。境界領域梗塞は形態に特徴があって、このように小さい梗塞が縦に整列しており、数珠のような形態を取るのが特徴的です。境界領域梗塞もしくは分水嶺梗塞などとも呼ばれますが、主幹動脈の境界に起こる脳梗塞です。この分水嶺、ウォーターシェッドというのは非常に特徴的な言葉ですけれども、水の分かれ目という意味ですね。こちらに山のシェーマを示しましたけれども、山のてっぺんから川の流れがこのようにあるというイメージを持ってください。そうすると、この川の流れに近い土壌というのはミネラルなどの栄養が豊富です。よって植物などが育ちやすい環境にあります。しかし、両方の川の流れ、
から離れたこの赤色の場所というのは栄養が行き渡りづらい場所なんですね。このような場所を分水嶺、ウォーターシェッドと言います。これを主幹動脈に置き換えると、例えば前大脳動脈の血流が豊富なこの黄色の部分、中大脳動脈の血流に乗っているこの黄色の部分は血流に近く栄養が運ばれやすい場所ですけれども、両方から離れたこの赤色の場所というのは栄養が行き渡りづらく非常に虚血に弱い領域です。血流が不足しやすく脳梗塞になりやすい場所ということですね。このような場所に起きる脳梗塞が境界領域梗塞、もしくは分水嶺梗塞と言います。症例で示したように梗塞の場所と形態が非常に特徴的な脳梗塞です。こちらの画像は造影後の脳の T1 強調画像ですけれども、例えば内頚動脈から中大脳動脈に分かれて、中大脳動脈はこのように水平に走り、この辺りを栄養している。前大脳動脈に関してはこの辺りから前のこの辺りを栄養しているなど、それぞれの血管の支配領域に注目しながら普段から画像を見ていくことが重要だと思います。そうすることで次のスライドにある血管の支配領域を理解しやすくなります。こちらの図には脳を栄養する血管の支配領域を示しましたけれども、例えば前大脳動脈が通るエリアはこの辺り、中大脳動脈が栄養するエリアはこの辺りというふうに領域が決められています。それぞれの領域には当然太い血管が通っているわけですけれども、それぞれの栄養領域のこの狭間の部分というのは太い血管から離れた位置にあるため栄養する能力が少ない領域となります。このような領域を境界領域、もしくは分水嶺領域と呼ぶわけです。境界領域に関しては前大脳動脈と中大脳動脈の間のように太い血管同士の境界もあれば、穿通枝と呼ばれる細い血管と中大脳動脈の太い血管の間の細い血管と太い血管の間の境界領域もあります。境界領域もしくは分水嶺に関してはその解剖構造を頭に叩き込むことが大切です。血管の支配領域を普段から意識し、その境界部分に注目します。具体的にはこの青色の部分と赤色の部分が分水嶺の領域になるんですけれども、下に参考程度に ASL の画像を示しています。 ASL は環流画像ですので、この例えば青色の部分とASL の普段から環流が少ない黒色の部分が大雑把に一致していることがわかります。この部分が境界領域です。境界領域に関してはこの青色のエクスターナルボーダーゾーンと赤色のインターナルボーダーゾーンに分かれます。まずこのエクスターナルボーダーゾーン、もしくはコーティカルボーダーゾーンについてですけれども、エクスターナルというのは外側という意味で、外側の境界領域に相当する部分です。専門書によっては氷材型の境界領域梗塞とも言います。前大脳動脈、中大脳動脈、後大脳動脈の境界領域に生じる梗塞です。境界領域の梗塞が起こるメカニズムは大雑把に2つあって、微小な血栓が塞栓し、貫流低下が起こることによってその小さい血栓が洗い流すことができない、ウォッシュアウトできない病態の塞栓性と、血管に狭窄が起こり、さらに心拍出量の低下などのイベントが重なり血流が賄えなくなる血行力学性の2パターンが大雑把にありますが、エクスターナルボーダーゾーンのパターンについては塞栓性が多いとされています。形態としてはこのような、くさび状、もしくは、卵円形の塊状の形態を取ることが多く、皮質領域の梗塞を随伴する場合が多いとされています。インターナルボーダーゾーン、もしくはサブコーティカルボーダーゾーンに関しては深部型境界領域梗塞とも言い、穿通枝という非常に細い枝と髄質枝、このような主幹動脈の末梢の枝の境界領域に起こる梗塞です。こちらのパターンは狭窄が原因の血行力学性のパターンが多く、形態としては小さい梗塞が、連続して並ぶ数珠状、もしくはチェインライクと表現される形態の梗塞が多いです。こちらのパターンの方が神経学的予後が悪いとされています。もう一度症例に戻ると、拡散強調画像で側脳室体部の断面で小さい梗塞が数珠のように並ぶこの赤色のインターナルボーダーゾーン、もしくは深部型境界領域梗塞の症例であることがわかります。先ほどのスライドで示した通り、このパターンでは血行力学性の梗塞が多いため、
頸動脈 MRA を追加しました。そうすると内頸動脈に狭窄があることが分かり、これに心拍出量の低下などのイベントが重なることによって、もともと血流が少ないこのような領域に拘束が生じたものと考えられます。血行力学性の拘束が原因による深部型境界領域拘束の症例でした。こちらはエクスターナルボーダーゾーンもしくは氷材型境界領域拘束の症例です。68歳男性、右上肢の麻痺となります。拡散強調画像でこのような形態の脳拘束がありますけれども、前大脳動脈と中大脳動脈の境界領域にこのような拘束があります。形態としては卵影系やくさび型と表現される形態の脳拘束で、こちらのパターンはもともとは小さい血栓が詰まっても貫流によって洗い流すことができますが、貫流低下が起こることによってウォッシュアウトができない側線性のパターンが多いです。このような、場所をですね、境界領域の場所や解剖構造をしっかりと頭に叩き込むことが大切です。こちらは氷材型、深部型両方を合併した症例となります。74歳男性、右上下肢の麻痺、歩行障害となります。こちらは赤色の、深部型の境界領域拘束、こちらは青色の氷材型の境界領域拘束、両方合併していますけれども、頭蓋内の MR アンギオグラフィーで見るがなに内頸動脈の信号が弱いです。このような場合にも当然頸動脈 MRA を追加し狭窄を評価します。この症例では、左内頸動脈に著しい狭窄があり、このような場合には CEAという、外科的手術や CAS と呼ばれる血管内の、ステントを留置する手術などが適用となります。この方は、CEA という外科的手術が行われました。氷材型、深部型両方合併している場合には血行力学的な基準が多いとされ、このように内頸動脈を評価することは非常に重要です。頸動脈に狭窄がある場合には、その原因となるプラークが安全なプラークなのか不安定なプラークなのかを評価するためにプラークイメージングの追加撮影が有効です。この症例では MR アンギオグラフィーのこの部分にプラークがありますけれども、同じ部位に T1 強調画像のブラックブラッド法の脂肪抑制で高信号、 T2 強調画像のブラックブラッド法の脂肪抑制で高信号となっており、不安定プラークの症例でした。プラークイメージングに関しては話し出すと時間がかかりますので、今回は要点だけとなりますけれども、T1 強調画像と T2 強調画像を、血液を抑制した状態で撮影し、正常を評価していきます。一般的には、T1 強調画像で高信号のプラークが不安定なプラークと言われており、内部に、出血や脂肪成分があることが示唆されますけれども、そのような不安定なプラークというのは脳梗塞を起こしやすいため危険度が高いとされています。このようなプラーク正常を評価することによって、先ほどの CEA や CAS などの治療方針を決めていきます。最後に追加撮影についてお話ししていきます。救急の現場では拡散強調画像やフレアや MRA などは必須のシーケンスとして撮影している病院も多いと思いますけれども、それ以外は各施設の裁量によって追加撮影は変わってくると思います。また、個人で追加していいのか、もしくは医師とコミュニケーションを取るのかなども各病院バラバラですので、参考程度に見ていただけたらと思います。脳血管が閉塞しているにもかかわらず拡散強調画像で高信号がない場合には、側副血行路の存在が示唆されます。またこのような、血管の狭窄がある場合に側副血行路の評価がしたい場合があり、そのような場合には ASL の追加撮影が有効です。また脳梗塞の再発予防にバイパス手術が行われる場合がありますが、その術前術後の貫流評価の場合にも ASL が有効だと思われます。皮質領域に小さい拘束が散見するエンボリックシャワーがある場合や、境界領域の拘束がある場合には頸動脈 MRA や、プラークイメージングの追加撮影が有効です。特にプラークイメージングに関しましては、撮影時間が長いシーケンスが多く、その場で追加撮影するのか後日精査をするのかを医師とコミュニケーションすることが大切だと思います。頸動脈のプラークが破綻することによる A to A の側線や
頸動脈の狭窄が原因による血行力学性の拘束が考えられるため、最低でも頸動脈の MRA がルーチンで撮影してない病院には追加撮影すべきだと思います。アデローム血栓性脳梗塞の治療方針のうち、内科的治療については、血栓溶解療法、抗凝固療法、抗血小板療法、脳保護療法などが行われます。この中で特に重要なのが、発症 4.5 時間以内に行われる TPA による血栓溶解療法です。こちらは、過去の動画で挙げましたが、ディフュージョンフレアミスマッチなどのサインを用いて発症時間を予想することが画像診断上有効です。発症時間や治療方針を意識した撮影を心がけることが大切だと思います。内科的治療以外の治療方針としては、内頸動脈の閉塞や中大脳動脈 M1 の閉塞がある場合には機械的血栓回収療法の適用となり、血管の狭窄があり、側副血行路の評価を行った上で、再発予防にバイパス術が行われる場合もあります。また、境界領域拘束などの場合に、頸動脈内に病変がある場合には、CEA、頸動脈内膜剥離術や、CAS、頸動脈ステント留置術などが行われる場合がありますので、常に治療方針を意識した適切な撮影を行うことが必要だと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は放射線技師に必要なアテローム血栓性脳梗塞の知識について整理しました。主幹動脈の動脈硬化が原因の脳梗塞です。発症基準としては、側線性、血栓性、血行力学性、いずれも言える脳梗塞です。画像所見は多彩でしたけれども、3パターンに分け、狭窄による白質優位の拘束。こちらは側副血行路が非常に発達している病態でした。また A2A と呼ばれる動脈原性側線症、境界領域拘束に分けて説明をさせていただきました。画像診断の役割と追加撮影に関しては、側副血行路の評価に関しては ASL の追加撮影、A2A や境界領域拘束に関しては、頸動脈の評価、プラークイメージングが有効でした。追加撮影に関しては、どのような治療方針になるのかを意識しながら、医師としっかりとコミュニケーションを取りながら追加撮影を吟味していくことが大切だと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。